ています。撮影現場を取材しました。香港映画といえばジャッキー・チェーンですが、こちらはなかなかシリアスなドラマです。この日は松本市内の休暇を借りて、よし子とモンゴル王子の政略結婚を決める会員のシーンなどのロケが行われました。南宋の霊人、東洋のマタハリなどと呼ばれ、波乱と謎に満ちた生涯を送り、スパイ容疑で昭和23年に処刑された川島よし子。大ヒットとなったあのラストエンペラーと同時代を生きた一人の女性の物語です。スタッフの平均年齢は27歳。日本映画とは違っておおらかな雰囲気でロケーションが進みます。バランバランどうもありがとう、はい、おはようございます。楽しそうに撮ってますね。まあ、香港のね、映画撮るのコツというか、モットーというか、やはり楽しくやって、みんな映画好きでね、撮ってるから、もう楽しくなければ、ね、意味がないじゃないかと、そういうふうに考えてます。どうも、おはよう。おはようございます。バッグ、ごめんね。食べましょう。はい、じゃあハロー。はい、元気でもない。よし子役のアニタは香港では人気ナンバーワンの歌手、ジャッキー・チェンと共演もしている売れっ子だそうです。映画の制作費は約1億円。経費節約のため、エキストラの30人は地元で調達しました。サラリーマン、OL、新大生、そして元市会議員など、顔ぶれも多彩です。こうして待つこともエキストラの仕事のうちです。川島よし子物語の上映時間はおよそ100分。上海北京ロケはすでに済んでおり、これから3月にかけ旧制、松高、安住村など各地でロケをして、5月には完成の予定です。残念ながら日本での上映予定は今のところないということでした。我諗係導演有眼光。其實咧，我自己都好。我昔からその映画も見たし、本も読んだし、すごくなんか憧れてた人でね。で、今度監督ね、こういう機会があってやっぱり誘ってくれたのは、ちょうどお互いにぴったり。頑張ってください。はい、頑張ります。